歩いて5分のところからやってまいりました。ニックネームをモリモリと言います。よろしくお願いいたします。私は職業バーテンダーです。バーテンダーなので、本日は皆様に美味しいノンアルコールカクテルをプレゼントしようかなと思いまして、こちら限定で20杯ご用意させていただきました。これは最後の方にプレゼントさせていただきます。どうしても飲みたいという方は今のうちに前の方にいらした方がよろしいかなと思いますね。はい、ただ私はちょっと変わってまして、いやまだ早すぎるかな、まだ早すぎるかな、はい、ちょっと私変わってまして、ちょっと作り方かなり変わってます。こちら本物のボトルなんですが、ボトルをこのように手の甲にこう乗せます。乗せたりとかハンドバランスというんですが、後ろから持ってきますね。後ろから持ってきて乗せます。すいません、結構難しいことやってるんで、できたら拍手していただきます。はい、ありがとうございます。私右手なんですが左手に乗せます。はい、どうでしょう。はい、ありがとうございます。もう一つの基本技がございまして、こちらスピンと言います。こちらボトルがうまい具合にこのようにはまります。カパッで拍手。はい、拍手、拍手、ちょっと私をやる気にさせてくださいね。はい、じゃあ後ろから持ってきて、はい、はい、それではラストの練習いきます。後ろから持ってきて、はい、はい、ありがとうございます。若干まばらな拍手なんですが、それでは盛り上げてまいりましょう。それではいきます、スタート。はい、こちらに材料を取りますね。それでは最初分かりやすくワンボトルからいきます。ぐるっと回してポン。こちらを腕に付けます。腕、はい、先ほどのおさらいです。ハンドバランス、はい、左から右にハンドバランス、そして注ぎます。はい、それではツーティーン、2つのティーを空中でクロスしてタップイン。はい、はい、このようにバランスをとって、この中に材料を注いで、せーの、ポン。どうでしょう。これマジックじゃないですからね、素敵なじゃないですからね。はい、ワンボトルワンシーン、まずはゆったりとしたミーティングから入らせていただきます。ほい、ボトルとティーの目の前でクロスします。そして変わった注ぎ方をお見せしましょう。こういう注ぎ方もあるんです。はい、ボトルの上にティーを乗せて切ります。注ぎます。少し難易度上げていきます。バランスが崩れてうまくいかない。はい、スカイロッカの登場、ブルーのボトルです。よいしょ。はい、ボトルを後ろから持ってきてのピックアップイン。よいしょ。回りながら壊します。はい、このように中身が入っているピンを空中2回転でキャッチ。はい、この通り中身が入っています。さらに変わった注ぎ方をお見せしましょう。ボトルをロールします。切ります。カットします。さあ、それでは大
高度な技を見せしましょう。ダブルハンドバランス。まずは左手に1個取るのに乗せます。さあ、そしてこちらのことに注目、ありえないところに乗せます。せーの、ありえない、はい。これをクロスして、後ろから乗っていって、もう一度ありえない、おーっと、ちょっと、今のところノーミスなんですが、ここから技の難易度をギューンと上げていきます。ということはミスも連発すると思いますが、温かい目で見守ってください。それではいきます。エキシビジョン、音の方も激しくなります。ではまずワンボトルから激しいです。ブルーメランという技から、こちらカフナという技です。内巻き、ウォーターフォールという技です。これそこがこういうやつですよ、これ分かりますね。完全に曲間違えましたね、これね。ちょっと生きるのが辛いとか言ってますから、ちょっと曲変えます。はい、はい、じゃあこれでいきましょう。はい、切り返します。ボトルを指で挟んで、フィンガースピン、後ろでいく、はい、ロッキングという技いきます。ぐる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 回します。はい、大技いきます。ウィングル、速いです、速いです、速いです、おい。